ビクトール・ルッツェ、ビクトール・ルッツェ、ビクトール・ルッツェ、1890年12月28日から1943年5月2日は、ドイツの政治家、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチスの、準軍事組織突撃隊、SA の幹部、エルンストレームが粛清された後に代わって突撃隊、幕僚長を務めた、ベスト・ファーレンノに生まれた、 ギムナジウムを卒業後、郵便局で働いたが、1912年に、プロイセン陸軍の不評連隊に入隊した。第一次世界大戦には、不評連隊所属の中尉として従軍した。数回負傷して、左目を失った。戦後に退役し、に、参加、さらに、カメラートシャフトシールの指導者となった。1922年に、国家社会主義ドイツ労働者党。 ナチス党へ入党し、突撃隊員となる。1923年に、フランス軍に占領されたルール地方での反仏闘争に参加した。1925年からルール大勘区の副、大勘区指導者や突撃隊指導者を務めた。1930年ドイツ国会選挙では、南ハローファーブラウンシュバイク選挙区から選出され、ナチ党国会議員となった。 1930年に北部突撃隊指導者、1931年に北部突撃隊集団指導者に就任。1932年に第2突撃隊集団指導者、1933年に第6突撃隊集団指導者となり、これらの地位に基づきニーダーザクセン、ベストファーレン、ニーダーライン、北海などの突撃隊を管轄した。 1933年1月に突撃隊大将となる。ナチ党の権力掌握後の1933年3月に、プロイセン州の知事及び警察本部長に就任し、1941年まで務めた。突撃隊内で高まる反ヒトラー、反国防軍の動きにはかかわらず、1934年3月には、副総統、ルドルフ・ヘスに突撃隊幕僚長、 エルンストレームの反ヒトラー言動を報告した。またルッツェは国防軍軍務局長バルタンホンライヒエナウ少将の突撃隊内の情報提供者でもあり、自分が反国防軍運動とは無関係であることを報告し、またレームの署名入り法規計画書を提出した。そのためライヒエナウから無害なルッツェが未来の突撃隊幕僚長にふさわしいなどと評価された。 ルッツェの日記によると彼は6月22日にヒトラーに召集され、そこで、レーム以下突撃大幹部粛清の意思を告げられ、公害しないことを誓わされたという。粛清のあった6月30日、ルッツェはヒトラーに同同して突撃大幹部を集めた、バイエルン州、バーとビース勢に向かい、レーム以下突撃大幹部の逮捕に合わせた。逮捕された、突撃体幹部エドムントハイネスはルッツェに助けを。 求めたが、ルッツェは、苦渋の心境で拒否したという。その後、ミュンヘンの党本部で行われた、誰を処刑すべきかの会議において、人から意見を求められたが、ルッツェは、自分は、誰が非難されるべきか、誰が、レームの共犯なのか知りませんと答えて退席したという。1934年7月1日付で、レームに代わって突撃隊幕僚長に任じられた。 ヒトラーの指示に従って、クルトダリューゲ新兵隊中将に、ドイツ東部での突撃隊の解体と再編を依頼することになった。ダリューゲによって突撃隊最高指導部の主要な政治部門はすべて解体され、その財産も提出させられた。実験後の突撃隊は、急速に衰退し、青年の肉体訓練、行政機関や大管区の印刷物の配布、パレードなど、 政治的に無害な分野に限定された。ルッツェは粛清後に粛清の執行に当たった新衛隊に根深い憎悪を抱き続けた。1935年8月17日にはシュテッティンのホテルのレストランでの席上で新衛隊将校もいる中でドイツ人は正義を好む。1934年6月30日の邪悪な行為にはいつか報復があるだろう。 レームのやろうとしたことをきちがいかのように煽り立てたのは誰なのか。突撃隊ではない。罪深いのはもう一つの側だ。私はその名前を言える。私は引き下がらない。たとえ強制収容所へ送られたとしてもだなどと演説を始め、新英隊将校に押しとどめられる場面があった。1938年にブロンベルク非免事件があるトルッツェは新英隊に出却させられた。 ベルナーフォン・ブロンベルク元帥とベルナーフォン・フリッチュ、上級大将、またフリッチュの後任として、陸軍総司令官になったバルターフォン・ブラウヒッチュと接触し、彼らを新衛隊攻撃計画に誘っている。ヨーゼフ・ゲッペルスの日記も、ルッツェはブラウヒッチュを先鋭的な反 SS 運動に巻き込もうとしている。彼は、至るところで SS を非難し、不平不満を漏らし、 SA が差別されていると信じている。彼は誤った道に踏み込んだとこのことについて触れている。1938年11月の水晶の夜の、サイ・ルッツェは、ゲッペルスの指示を無視して突撃隊集団指導者たちに、対して反ユダヤ暴動に参加しないよう命じていたが、結局多数の突撃隊員が、当政治指導部の命令で、反ダや暴動に参加した。 1943年5月1日、自動車を運転中だったルッツェは、ポツダム市の近くで交通事故を起こした。同乗していた長女インゲが死亡し、ルッツェも重傷となった。ポツダムの病院へ搬送されたが、翌日の晩には池を引き取った。52歳だった。突撃隊爆料長の地位は、ビルヘルム・シェップマンが継承した。ルッツェには、 ナチス党の最高勲章ドイツ勲章が追贈された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。